米以外のおかずを今から買ってきて、これ美味しく食べようと。上郷町市場でいいかな。上郷に来たら食べてください。これもすごいですね。これうまそうですね。ここがおすすめの店なんですね。これもご縁だね。おはようございます。ライフバンクチャンネルじゃ、トラックボーイズです。トラックボーイズに変わりました、名前が。寒い。今日は、うちの大人気ドライバー水野さんに密着したいと思います。密着するんですけど、お客さん先は映せないんですよ。あと荷物も映せないし、だから何役にも立たない動画、ね、動画になると思いますけど、はい、もうただただおしゃべりして、サービスエリアでちょっとご飯食おうかなみたいな、そんな動画です。何のためにもならない。時代と逆行してますね。さあ本日は水野さん、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。なんか今ちょっと喋ってましたけど、水野さんは真面目な話がしたいですよね、動画で。そうですね、真面目な話っていうか、はい、普段の僕の姿をちゃんと撮ってほしいなと。なるほど、はい。まあ、全然今日違う企画なんですけど、サービスエリア行ってご飯食べようっていう企画なんですけど何を喋りたいですか。喋るっていうのも、はい、僕の仕事ぶりをちゃんと見てほしい、はい、ふざけてんじゃないかと、いつも。そうですね、はい、仕事もそこそこに食べてばっかおるんじゃないのとか。なるほど、確かに動画上ではそうですよね。そうですね、多分動画見てる人はエースは服部くんだけだと思ってるんじゃないか。服部くんの好感度やったらいいですよね。そうじゃないぞと。そうじゃないの。今日やりたいことなんですけど、この後サービスエリアに行きたいんですよ、はい、で、いつも水野さん頑張っとるからご飯を僕はおごろうかなと思うんですけど、ただそのまだこの僕らの YouTube の力がまだ弱いんで、はい、使えるお金が全然ないんですよ。だから1000円で今日僕これ、はい、米炊いて持ってきたんですよ。でこれを1000円でいかに美味しく食うかっていう。全然いけますね。いけますか。おかずだけで1000円。おかずだけで1000円。全然いけるんですか。だからその荷台にテーブル設置して、そこでお互い買ってきたやつを食べようみたいな。もう荷台で飯食える運送会社はライフバンクだけです、ね、怒られるかな。っていう企画です、今日は、はい、お願いします。もしもし、あ、ライフバンクのドライバーで水野と言いますが、あ、お世話になります、あ、はい、わかりました。お疲れ様です。お疲れ様でした。今終わりましたね、下ろしが、はい、今日は楽でしたね。大変でした。大変でした。これ楽って言いたくないんや、ドライバーは。じゃあ早速今からちょっとご飯食べに行くんですけど、はい、ここから近くておすすめのサービスエリア情報はありますか。やっぱり僕的には上郷か、はい、上郷、はい、一宮、はい、一宮。今日は次の仕事の都合上も考えて上郷の、はい、行きたいと思います。わかりました、じゃあ上郷に。はい、回すと途端に喋らなくなるっていう。こんなに楽しく喋ってたのに。運転に集中してるだけ。めっちゃ楽しく喋ってたのに。確認して、うん。さあ、上郷着きましたね。ここのおすすめがあるんですよ。めちゃくちゃうまいです。米に合いますか。それは合います。合うんですか。合います。楽しみですね。あ、いいですね、空いてますね。はい、では水野さん、上郷に着きましたね。はい、はい、で今から僕ご飯持ってきたんですよ、はい、米3合炊いて持ってきたんで、お米はあるんで、お米以外のおかずを今から買ってきて、これ美味しく食べようと。ただ軍資金は1人1000円しかないんで。大丈夫なんですか。大丈夫です。じゃあということで今からトラックの荷台でご飯を食いましょうと。買ってきましょうか。はい、行きましょう。行きましょう。さあ、おすすめの店があるんですね。お、すごい、上郷町市場でいいかな、これ。あ、結構いろんな、あ、でも1000円で一気に全部なくなっちゃいますね。なんか向こうにも屋台地区のありましたよね。あれがいい、あれが。向こういいのあるんですか。上郷に来たらあれを食べてください。なるほど、そんないいもんがあるんや。 あれか、三河、あの三河フランク、フランク、めちゃくちゃうまい。これもすごいですね、揚げ物いっぱい。米進むっす、米進む。これはやばいっすね、この企画は。これどうですか、ね、
これで飯食えんすか。これ食えんの、うん、これダメなの。食べ物が食べれます、うん、648円。手羽先うまいぞこれ。高い。そう、いろいろある。ここにもプリングルスのたこ焼き味とか手羽先味、アルビータン、牛タン。これでこれで飯食えるんじゃないですか。これを砕いてご飯にかけて食べると美味しいですよ、はい、実は。美味しそう。あ、ちょっとこれを頭に入れとこう。それ僕の地元の名物ですよ。そう、うまいですよそれ。パターンも知ってます。知ってますよ。名宝と名画、名画だと喧嘩して別れたんですよ。ハム戦争ハム戦争があったんですよ。ぜひ知らない。でも今はちょっと 和解の方に。本当ですか、はい、でもこれちょっと分厚く切って、はい、軽く焼いてマヨネーズつけて食べると、はい、めちゃくちゃうまいです。確かにうまい。めちゃくちゃうまいです。この辺とかもうまそうですね、うん、これめっちゃいい。いくら1080円。もうダメ、オーバーです。おかずにこれとか。これは合わんすよ。いや、合います。これ合わんすよ、甘いもん。お米とあんこって合うんですよ。甘味は合わないでしょ。お米とあんときってのは、はい、実際おはぎとかあるわけですか。なるほど。美味しく食べるやつ、はい、いけます。これうまそうですね。ここがおすすめの店なんですね。おすすめの、はい、三河フランク。フランク、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいの。めちゃくちゃうまい。で今実はカメラ回ってなくて撮れてなかったんですよ。でこのお父さんがすごいサービスしてくれて、お父さんありがとうございます。これをね、なんか無料でくれたんですよ。ここ美味しいらしいですねって聞いたら、すごい気のいいおじさんで、でお父さん結構テレビとかも出てたんですもんね、うん、私はい、趣味でね、こういうことやってる。何これ。透明のガラスで、この観音菩薩で、あの千眼観音菩薩って言ったね。千手観音菩薩、世界でも珍しいよ。作ったんですか、自分で。これで、うん、ちょっと頼まれてね。へー、すごい。残ったんだけどね。お父さん、これのなんか紹介してくださいよ。特別なソーセージなんですか。ちょっと待ってね。これが梅沢さんおすすめなんですね。おすすめです。上郷と道の駅の高田にありますんで、はい、もう無理やりでも立ち寄って食べます。あ、そんなに美味しいんや、はい、米に合うんだ。これ米に合うんだ。いろんなメニューありますもん。あの、今年かな、シシルラリアでしょ。あれで1日1700円。すごい。なんかセールスポイントあるんですか、三河フランクは。ものすごい肉汁ですよ。ものすごい肉汁。粗挽き感がすごいです。あ、そうなんだ。粗挽き感がすごい。わしなのじゃあんまり説明できんけど、お客様の方が説明できる。なるほど。この子はパリパリなもんで、はい、天然の蝶です。あ、そうなんだ。天然の蝶なんだ。やけどに注意です。かじった瞬間に熱々の肉汁が飛び散る感じで。なるほど。お父さんありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。袋もくれるの。めっちゃ優しい、あのお父さん。どうぞ。はい、ご縁になります。そう、5円払おうか。これもご縁だけど。ありがとうございます。ありがとうございます。これものすごい肉汁、ものすごい粗挽き、三河フランク。これぜひ上郷来たらおすすめで買った方がいいですね。上郷来たら絶対に食べる。はい、じゃあ水野さん、ここからは別行動で、はい、1000円ずつ買っていきましょう。はい、僕1000円全部あの店で使おうと思います。1000円で。これ何ですか。いいですね、これ。さあ、買ってきましたね。はい、そんなに食うんですか。俺がまさかの無料っていう。うまっ。揚げ物だらけ。米全部食っちゃった。